ね、でもクリスは本当に全く男の匂いとかしないんだけど。しない。男の匂いすごいするよ。いやいや、その男じゃないから直接来るけど、男じゃないから、その男じゃないから本人はすごい。そうやって周りに例えばあの人と噂になってると全然入ってこない。そうだよね、気持ちが硬いのよね。どう童貞なの？お前童貞なの？チェリー、うん、でも本当にそれぐらいのイメージ。気持ち悪いな。でもね、うん、いや私ね、自分からね告白したことが今まで一度もないの、うん、お姉の人たちってみんなね、うん、自分から好きな人だった。じゃあチェリー&バージン。チェリー&バージン。いやだ、そこまで実は結構若い頃遊んでたんだ。そうなの、うん、だって若い頃めちゃくちゃイケメンでさ。それは知ってるよ。意外と2丁目とかガンガン行ってたでしょ。行ってたよ。あれは絶対モテる顔だもん、ね、そんで、それは遊んでたのか。そう でも行動できないの。その次に行けないの。なんかね変わってて、うん、彼氏と例えばラブラブするじゃないですか、うん、でずっと一緒にいたいじゃないですか、うん、違うんです。そういうね、ラブラブが終わったら別々の部屋に行って、うん、お互いの部屋に寝て、また次の日に待ち合わせみたいな。プラトニック。それ変だよね。なんかちょっとね、違うんですよね。そのぐらいの距離感があるからずっと愛って続くと思うの。いやでもいつか本気で愛さなきゃさ。そうですよね。寂しいですよね。ねえ、クリスからそんなこと聞くと思わなかった。やっぱりさ、あの片思いの時が私は絶頂だって今でも思ってるから、だから好きな人がいたら。いつまで子供みたいなこと言ってんのよ。可愛いでしょ、だから。いや可愛くない、ジジイだから変に。ジジイだから変に。あ、これありました。これよ。怖いわこれ。